この話は僕のちょっと音楽関係の、友達の、まあ、K さんっていう男性から聞いた話なんですよね。でこの K さんは今もクラブの DJ をやってはいるんですけれども、ちょうど10代後半から20歳ぐらいにかけてですね、まあ、音楽がすごく好きで、よくクラブに遊びに行っていたそうなんですよ。でただ K さんはですね、家が、東京のだいぶ西側の方、ちょっと郊外の方が家があってですね、そこから、車で都内まで行って、深夜そこでクラブの、遊びに行って音楽を楽しんで、で、まあ、大体バイトをしてたんで結構朝からその K さん予定があるんですよね。なので大体深夜2時3時ぐらいに、まあ、クラブを出て車で家まで帰ってくるとっていうのを、まあ、大体ほぼほぼ毎週末そんな生活をしていたそうなんですよね。で、ある週末ですね、その K さん、まあ、いつも通り車で、都内のクラブまで遊びに行ってですね、でひとしきり音楽を聴いて楽しんで、夜中2時ぐらいに、あ、そろそろ明日早いから帰ろうって言って、まあ、駐車場に止めてあった車に戻ってですね、で、まあ、家まで車を走らせていたそうなんですよ。で、まあ、夜の、東京ですよね、まあ、正直中心地は割と繁華街もいっぱいあるんで明るいんですけど、ちょっと離れるとですね、やっぱり寂しい道になってくるんですよね、郊外の。でそこ車はずっとこう運転していたんですけどね、どれぐらい運転してた頃かちょっと、まあ彼も記憶は定かでないって言ってたんですけど、突然車の中なんかすごく後ろから人に見られてるような気配を感じたそうなんです。で、まあ、音楽をかけていて、まあ、気分的には決して悪い気分ではないんですけど、なぜかずっと後ろから見られてる気がする、おかしいなって思ってたんですけど、ふとですね、このルームミラーありますよね、こう正面にあるこう後ろを見る、それをスッと見たら、後部座席、そこ後部座席ってこう、何て言うかね、こう頭を乗せるこうヘッドの部分があるじゃないですか、あれが見えたんですけど、その2つのヘッドの間から小さな子供の顔が後ろからこっちをずっと見てたそうなんですよ。でうわっと思って、で突然そこでこうすごく恐ろしくなって、でその K さん急いで、とりあえず人のいる時に行きたいと思って、で前見たらコンビニがあったんで、とりあえず急いでコンビニの駐車場に車を入れたんです。そして逃げるように車を飛び出してコンビニに入って、で恐ろしかったんで、とりあえずあったかい缶コーヒーかなんかを買ってですね、飲んだんですけど、俺が今見たものは一体何だったんだろうかってこう当然考えるわけですよね。でただ K さん別にもともと霊感があったわけでもないんで、絶対見間違いに違いないと思ったそうなんですよね。子供、確かにはっきりと子供の顔だったんですけど、そんなわけあるわけない、そう思ってきたら、だんだん見間違いをした自分、そしてそれにビビってしまった自分がちょっと恥ずかしくなってきたんですよね。で俺何にビビってんだよつって、そんなこうね根性ないようじゃダメだな俺もみたいな感じで思いながら、でまあコーヒー飲み終えて、で駐車場戻ったんですよね。でその時に車で歩いてる時にケイさん思ったんですよね、もしあれが子供の顔に見えたんなら一体何を見間違えたんだろうか、後ろに何か荷物を置いていた記憶もないですし、なんだろうなと思って、車に乗る前にですね、車の後ろに回って、そのトランクをバカッと開けたんですよ。Kさん思わずうわって言ったんですよね。っていうのは、車座席4つありますよね、前列2つ後列全部が全て前に倒されたんですって。もうこの短いコンビニに行って戻る間のその時間に、当然鍵もしてましたんで誰か入るわけもない、それ見た時に、あ、俺が見たあれば多分本物だって思って恐ろしくなって、まあ、急いで家に帰ったっていう話を聞かせていただきました。いまだにあれが一体何だったのかは計算も分かってないんですけれども、あれを見て以来、あ、やっぱりそういった、まあ、霊的なものっていうのはいるんだっていうふうに思っているとっていう話を聞かせてもらいましたね、うん、ありがとうございます。あれは本当にびっくりしますよね。